ゴーディ・ハウは、カナダ・サスカチュワン州フローラル生まれのプロアイスホッケー選手で、ミスターホッケーの愛称を持つ。NHL 及びは両リーグにわたって、長期間活躍し、右ウィングを務めた。3年間の待機期間を待たずして、ホッケーの殿堂入りを果たすとともに、オーダー・オブ・カナダを受訓した。ハウは、1946年に18歳で、 アイスホッケーのプロ選手として NHL にデビューを飾った。所属チームはデトロイト・レッド・ウィングス、ポジションは右ウィングであった。ハウはデビュー直後からそのタグいまれな才能を発揮してポイントゲッターとしての地方を固めた。また、肉体的にも強靭なものを持ち、過酷なアイスホッケー競技にあっては異例の50年にわたる選手生活を送り活躍を続けている。 スポーツ各界におけるアスリートの誰もが真似をできない偉業として、ゴーディ・ハウは20年間連続でゴール数上位5位以内の座に座り続けたことが挙げられる。また、ウェイン・グレツキーの登場を見るまでは常に NHL をリードし続け、チャンピオンシップにおける幾多の得点によりハウの支配力が証明されてきた。ハウは所属のデトロイト・レッド・ウィングスを4度のスタンレーカップ優勝に導いた。 これらの優勝当時、右ウィングのハウ及び彼と組んだセンター、シット・エーベル、左ウィング、テッド・リンジーのラインは、その得点力の高さと自動車産業で有名な、フランチャイズのミシガン州デトロイトに引っ掛けて、プロダクションラインと呼ばれた。レッドウングスは1950年代から1960年代初頭を通じて、常に優勝争いに絡む。 有力チームであり続けた入団して25年後に、ハウは慢性的な手首の怪我によって NHL からの引退を余儀なくされ、一旦は、レッドウィングスのフロントに入る。しかしながら、その1年後新設された和のヒューストン・やエローズから、選手契約のオファーを受ける。レッドウィングスのフロントで何だ意義のある 活躍の場を見出せないことに満足できないでいたハウは、選手としての帰り咲きを果たすために、問題の手首の手術を決行、そして見事チームを連続優勝に導いた。1974年には、実に46歳にして和の最優秀選手賞を獲得した。1977年には、息子のマーティ・ハウ、マーク・ハウと共に、ニューイングランドホエラーズに移籍。 1979年にワト NHL の合併が決まると、当時51歳のハウは、ニューイングランド改めハートフォードホエーラーズの選手として NHL に復帰、リーグ試合数80試合のすべてに出場した。1980年2月5日に、ジョー・ルイス・アリーナで行われたオールスターゲームにも選出され、最後に紹介されたハウは、フルス・デトロイトのファンから大歓声で迎えられた。 また、1997年にハウは、実に60年にわたって、プロホッケーでプレーを行うという禁止等を打ち立てた。この時ハウは、インターナショナルホッケーリーグのデトロイトバイパーズと一試合のみの出場契約を締結し、一回の途中交代によって、感動のリンク返り先を果たした。ハウの活躍した時代は、得点することが難しく、 選手同士の当たりが激しい時代でもあったが、ポイント数1850は NHL 市場でも歴代3位にランクされる。また、NHL とはのレギュラーシーズンを通算してみると、975ゴールは歴代1位である。ナウ・ウェイン・グレツキーは、ハウのことをその若かりし選手時代から崇拝しており、後に両者の進行は熱いものになるのであるが、また、 ハウの打ち立てた数多くの得点記録などを塗り替えることになる。ハウの引退時において、プレーオフを含めて NHL 及びはを通算して、プロホッケー選手として、ハウが残した記録は、出場試合数2421試合、ゴール数1071、アシスト数1518及び、ポイント数2589など、最高のものであった。その後、 グレツキはゴール数1072、アシスト数2297、ポイント3369とハウの記録を更新したが、出場試合数は1788試合とハウに及ぶことはなかった。また、この後もハウの出場試合数は誰も破ることのできない記録であると一般的に考えられている。マーク・メシエでさえ、その出場試合数1756は、 ハウの NHL のみの出場数にすら11試合及ばず、ましてやプロ通算2421試合には、はるかに及ばない。ミスターホッケーと呼ばれ英語圏生まれのハウのつけた、背番号9は、くしくも、フランス語圏の英雄モーリス・リシャールと同じ、背番号であった。この両選手による相乗効果もあって、一般的に背番号9は、 NHL においても特別な意味を持つ番号と信じる向きが多い。ウェイン・グレツキーが入団した時、すでにスーパースターの地位を確立していたハウに憧れ9番を望んだが、9番でなかったため99番を着用することとなったとされる。なお、ハウは当初は17番を着用していたのであるが、小さい番号をつけると遠征時の車両で良い信頼を、 得られると聞き捨番号を変更したというエピソードが残されている。弟のビッグハウも NHL のニューヨークレンジャーズで3シーズン33試合に出場した。ハウの妻コリーン・ジョファはアメリカにおいて初のジュニアホッケーチームデトロイト・ジュニア・レッドウィングスの創立者として知られる。また、息子のマーティとマークは二人とも父親のハウのチームメイトとして ヒューストン・アエロズやハートフォード・ホエーラーズでプレーしたことで知られる。なお、ハウが新聞の見出しとなる場合には、しばしば英語のダジャレで使命のゴーディ・ハウとホーリー・カウのそれぞれの単語を組み合わせて用いることもある。2016年6月10日死去。去年88。ありがとうございます。